山にもやがかかっています。朝からですね、朝今もう8時を回っていますけれども、朝からずっと霧の出ている天気です。まあ、雨も少し降っているんですが、こういう風景を、身近に感じることってずっとなかったのでですね、なんか新鮮です。と言ってももう2年半以上ここに住んでるんですが、東京の細々した、路地裏に住んでいたのは50年になります。ここへ来て2年ちょっと、1年半ぐらいですか、体質が少し変わってきているのかしら。あ、そういえばですね、昔何の占いだったか、占い師の人だったか霊能者だったか忘れましたけれども、黒岩君の場合は自然に囲まれているところの方が発想が豊かに湧くよっていう話を聞きました。もう62ですけど大丈夫かな、これからも。ほぼ30分ぐらいの短い、道のりの散歩をしました。せっかく自然豊かなところに越してきたのにですね、新型コロナのおかげで全くの運動不足、30分でもヘトヘトです。コロナ収束に向けてですね、なまった体を少し鍛え直して、あとは仕事ができるようにですね、勉強もしなくちゃいけません。さあ、いよいよ始めなきゃね。ジャン君、おはようございます。今パパは外の散歩に行ってきました。30分歩いただけで結構もうガクガクです。ちょっとした坂もね行ってきたんだけど、あんまり行くと帰れないと思ったんで途中で引き返してきました。天気も悪いしね。はい、そして公民館の入り口に置いてある、ジ亜塩素酸水無料配布のやつを汲んできました。ボトル1本分だけなので、また1週間後には行かないとダメですね。ということで、ジャン君、今日はね、霧が出てて、小雨も降っています。梅雨入りの発表は関東にはまだないんですけれども、梅雨だよこれ、きっとね。ポンちゃん後ろにいるよ。はい、ポンちゃん、ポンちゃんどうしてもこのこれがいいのね、この赤いのがね。そんなに好きですか、ポンちゃん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 。ポンちゃん。ポンちゃん、この赤いブランケットのあるところへ移動していきます。これを移動させるとまたそっちへ行くんだろうね、ポンちゃん。そしてポンちゃんくんは段ボールをかじっております。またボロボロにするんですか。面白いのそれ。ジャン君、あ、ジャン君おいで、こっちおいで。よし、じゃあこれやろうか。おいでおいでおいで。
今日もよく毛が取れます。この毛がパパのアレルギーの元です。これをねちゃんと処理して、よいしょ、はい、出る出る。本当はもっと取れるファーミネーターとかね、ああいうのでやりたいんだけど、どうしてもこれが気に入ってるもんね。こんな感じです。すごかったね、こんな状態になってます。もうここに座るの普通になってきたね。今度は自分からおいで。